て流行語にもなっているヌン活のお供の焼き菓子スコーンを集めたイベントが札幌で始まりました。イベントの初日の朝なんですけれども、もうすごくにぎわってますね。行列ができてますよ。今日から丸井今井札幌本店で開かれているスコーンパーティー。イギリス伝統の焼き菓子スコーンが今注目されるわけとは。アフタヌーンティー、まあ、イギリスでいうところの3時のおやつなんですけれども、そこではお茶を飲んで、そしてそれに欠かせないのがこちらのスコーンだということなんです。今年のユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされたヌン活。アフタヌーンティーを楽しむ活動のことで、店だけでなく自宅でも紅茶とスイーツで優雅な時間を過ごす人が増えているんです。ヌン活はされるんですか？時々します。好きなお菓子とか、そう作ったり、まあ、紅茶好きなフレーバーのお茶とか。道内初のイベントに全国からおよそ30ものブランドが集まりました。あ、実演ですね。会場で焼いたスコーンを食べられるお店もあるようです。実はスコーンにはイギリス式とアメリカ式があるんです。道内初登場の東京スリーティアーズは本場イギリス式のスコーン。バターと砂糖の使用を抑えたシンプルな味付けが特徴です。もう口に入れた瞬間バターの香りがふわっと広がって、これが本場イギリスの味なんですね。一方アメリカ式はチョコやフルーツが練り込まれ甘くて食べ応えがあります。大きいですね、一つ一つが。ハワイアンスコーンって書いてありますね。中にクリームチーズたっぷり入ってますね。わお、オレンジとこのアールグレイの紅茶ってなんでこんなに合うんでしょうね。これは最高の組み合わせ。他にも各店が工夫を凝らした個性派スコーンが並んでいて、自分好みのヌン活が楽しめそうです。いろいろなスコーンのですね、違いをぜひ食べ比べていただければ。ぜひご自宅でですね、寒くなってきたこの季節にですね、アフタヌーンティーを楽しんでいただいて、まあ、アフタヌーンティーの魅力に気づくきっかけの一つになればいいなと。スコーンパーティーは丸井今井札幌本店で21日まで開かれています。